東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島の被災地に地蔵の建立を計画している NPO 法人の理事長らが今日山形メディアタワーを訪れ、プロジェクトへの協力を求めました。 NPO 法人被災地に届けたいお地蔵さんプロジェクトの芦原正則理事長らが今日山形メディアタワーを訪れ、山形新聞の黒沢洋介社長、山形放送の園部実社長と懇談し、プロジェクトの趣旨を説明しました。理事長らは震災直後、児童74人が死亡・行方不明となった石巻市の大川小学校を訪れて手を合わせた際、遺族が涙する姿を目の当たりにし、被災者がお参りできる心の拠り所を作りたいと NPO を立ち上げました。芦原さんは1993年に発生した北海道南西沖地震でも奥尻島に地蔵を建立しています。命を忘れないために、今頑張っている方々の命を忘れないために、それからあともう一つはそれを支援してくださる皆さんの願いを忘れないために頑張ってこようという。1体目は8月をめどに石巻市に建立する予定で、岩手、宮城、福島の3県の合わせて37の市町村に1体ずつ5年かけて建立する計画で、総事業費は3億円を見込んでいます。芦原理事長らは山形で立ち上がったプロジェクトを全国へ広げ、被災地に祈りを届けたいとしています。